皆さんこんにちは。しゃべ山しゃぶ子17歳です。はい、誰も突っ込んでくれない、それがね YouTube ですね。悲しい。はい、役者で最近歌手としても活動しております、江藤彩です。はい、 YouTube の江藤彩の独り言、今日は第3回目ということで、聞いてくださってる皆さんありがとうございます。ですね、ちょっとご意見とかね、感想いろいろいただきまして、入りと締めに何かご機嫌なコメントがあったら嬉しいっていう、そういう要望がありましたので、なんかね、この金槌が出てきたんですよ。引っ越しを最近私したんですけど、片付けてる時に、片付けじゃない、荷造りしてる時に、なんかね、工具箱とは全然違う場所からいきなりこれが出てきて、その時手伝ってくれた友達がこうめっちゃ笑ってて、あれ、なんでこんなのあるんだろうって私も思ったんですけど、これ多分うちのお父さんね、まあ、大工じゃないんですけど、お父さんの多分上京する時に持ってきたものだと思うんですね。すごいんですよこれ、めっちゃね年季が入ってて錆びてるのとか見えますかね、なんかめちゃめちゃ汚いんですけど、まあこれ私のね落ち着くアイテムとして今日はちょっと使わせてもらおうかなって思ってます。今後はねどうなんだろうね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ今日はこれちょっとね登場させてみました。はい、じゃあ今日のテーマは最近のお買い物ということで、じゃん、これね、くねくね三脚ですね。今までYouTube 撮るときに台とかも何もなかったから、こう適当にねなんか置いてたんだけど、こうくねくねして今もちょっと使ってるから見せれないんですけど、こういうアイテム買いましたので、どんどん私もアナログ人間なんだけど進化していくんで、皆さんお付き合いください。あとこれ、じゃーん、ポトスです。これは合ってるよね、観葉植物が欲しいなと思って、でいろいろ探してたんですけど、これよく見る、ね、おしゃれなお家とかにあるじゃないですか結構モサモサしてるんですけど、これねお花屋さんに吊るしてあったんですよ。で可愛いなと思って、でうちのこの天井がねめっちゃくちゃ高いんですね。で変な、なんか山小屋にあるようなね丸太みたいな柱が1個あるので、そこにね吊るしたらどうかなと思って買ったんですけど、脚立に乗ってもね全く届かないっていうことで、ちょっともう吊るすのは諦めたんで、これこの辺にほら置いとくとちょっとねいいんじゃないの？あれちょっと見えないかな。ちょっとこうやってね、ほらほら、ちょっとこうおしゃれな感じで、あ、傾いちゃった。いいんじゃないのかなと思って、はい、はい。あとこれ何だろうね、これ。ちょっとごめんなさい、私全然詳しくないんで、なんかの木？葉っぱ？です。これトイレかな。に置こうかなと思ってます。あとこちら、じゃーん、バジルです。これ私大好きなんですけど、よくタイ料理のガパオライスとか作るんで、あとトマトソースとかね必需品なので、いい香り。これいつも育ててるので、今回も育てていっぱいお料理しようと思ってます。はい、皆さんにですね、お願いがあります。なんかね、私こう突っ込んでもらって生きるタイプの人間なんで、なんかねこう会話してないとねなかなか話せないんですけど、この YouTube の下のコメント欄があるので、
なんか感想とか、あとこういうことやってほしいとか、なんかリクエストとか、まあいろいろありましたらコメントしてくれたら嬉しいです。あと観葉植物大きいのね、ちょっとお部屋に置きたいなと思ってるので、何か育てやすい素敵な観葉植物があったら教えてください。情報待ってます。はい、では今日短いですけどもこの辺でごきげんよう。